はい、こんにちは。私、ふのあやです。今日はですね、本日11時ぐらいだったかな、に発表された、ニューユニットプロジェクト、ザ・リー・ユニオンなんですかね。まだちょっとグループ名が決まってないんですけど、また日プから新しいグループが出ましたので、そちらについて、話していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、もう本田くんたちのグループに続いて、また新しいグループが出たんですけれども、メンバーはですね、青木くんと、古谷くんと、西尾くんと、岡田くんと、高野くんから仲、なる5人組の、グループになります。エッターでいきなりボーンって出てきたのでかなりびっくりしたんですけれども、ひとまずですね、今決まっていることっていうのはこのメンバー と、5月29日に、無観客による、トークショーと、ライブを行う予定だということが、現在決まっております。どうでしょう、皆さんは結構びっくりされたんじゃないでしょうか。私もびっくりしました。なんか、まあ、何がびっくりしたかっていうとメンバーですね意外な、岡田くんとなんか青木くんは同じグループでなんか行きそうだなっていう気はしてたんですけど、まあ、こんなに早く出てくると思いませんでしたし、あとは、他で言うと古谷くんはまあともかく置いといて、あの高野くんと、西尾くんはかなりびっくりしました。なんかどういうところからの選抜なんだろうっていうのがすごい気になるんですけど、まあ、あのボーカルとかでいけばですね、確かにこの2人とっても安定してると思いますので非常に良かったんじゃないかなと思います。あと古谷くんですね、古谷くんは結構頑張り屋さんなイメージがあるんですけど、まあ、ちょっと私の中で彼がリーダーじゃないのかななんて思ってますが、あ、西尾くんが一番年上なのかな。でもね、言うても二十歳とかの話ですからね。高野くんが特別一人だけ大人びてるっていう感じがしますね。はい、まあとりあえず、こういったちょっとすごくなんかあのプデの放送から見たらなんか接点が全くちょっと岡田くんと青木くん以外はですね、わからないぐらいのメンバーなんですが、まあでも非常に楽しみな、グループだなと私は思ってます。ラップもね、あの評価が良かった2人がおりますし、まあ、歌もできてダンスもまあそこそこできるメンバーが揃ってますので、どんなグループになるのかですね、とっても楽しみだなというふうに思いました。ただですね、記事をちょっといくつか読んでてすごい気になったことがありまして、今後はさまざまな形でグループが変化拡大し、2020年は夏秋冬と季節ごとに展開があるとのことって書いてあるんですよ。これどういうことと思って、なんか洋服みたいですよね。なんか夏、秋、冬、季節ごとに展開がある。で、またグループが変化拡大というふうに書いてありますので、変化拡大って言われるともう人あのメンバーの補充とかぐらいしか私は思いつかないんですよね。だから一体どういうことなんだろうなっていうのが、ちょっとすごい気になってまして、なんで5月29日のですね、ちょっと配信はちょっと見たいなというふうに思ってます。5月29日金曜日、多分きっと見れる、見ようと思いますんで、ぜひですね、ちょっとその日を楽しみに、待ちながら、SNS もね、ウェイボーまでつけてかなりあのグローバルを最初から意識してる感じなので、楽しみにしたいなと思います。はい、いや、しかしですね、まあ、ここ何組か出てきて見てたんですけど、やっぱこうあれですね、パワー、これちょっとリアルに正直なことを言うと、やっぱこう順位ってすごい大事だなというふうに思ってます。ちょっと初動のなんか、リアクションがそこまで強くなんかやってることはすごく、ここのグループですね、すごいしっかりしてるなと思うんですけど、これでちょっと指してますけど、しっかりしてるなと思うんですけど、やっぱりなんだろうな、リツイート数とかちょっと見てるとですね、ちょっと心配になる感じですよね。なんで、まあまあ今後もうちょっと広報が入ればですね、まあちょっと今日気づいてない方が気づいてくれるんじゃないなかろうかとは思いますが、まあとても、はい、ちょっと心配でもありますが、ぜひ私は国部、元国部としてちょっとね見ていきたいなと思います。まあただ今はブームトリガー、オールビット、BXW と本田くんたちと出てますが、まあ、もちろんコロナの影響もねちょっとあるとは思うんですけど、まあ、一番なんか最初からなんていうんですかね、ファンに近いところに来ようとしているのはこのグループなんじゃないかなと私はちょっと思ってます。まあ、ちょっとね、5月29日の無観客ライブもですね、どうなるのかっていうのはちょっと少し、まあ、あるんですけど、まあ、現在予定されているものを見れば、まあ、一番このグループが最初にファンの方々に公式的になんかこうなんていうの、ちゃんとした形で会いに来るような感じがしますね。
まあ、もちろんブームトリガーもね LINE ライブやってましたけど、まあ、ちょっとあれが最初で最後になって出ましたし、オルビットもあの、ね、今日韓で分かれてまして、あれも急遽やったインスタライブだったっぽそうだったので、ちょっとね今後の展開がちょっとまだあのこの今の状況でちょっと変化しそうだなっていう感じなので、それ待ちみたいなところがちょっと否めないんですけれども、まあ、ここだけしっかりなんかこう最初からこんな風にドーンと持ってきてる感じがするんでですね、オーラについてる事務所はちょっと大きいのかななんて少しちょっと思いながら、注目しております。はい、はい、ということで、今日の動画は以上になります。はい、いつもと逆になってますよね、ちょっと私場所を移動しまして、違う今までと違う部屋なんですけれども、多分皆さんからほぼあんまり何も変わってないように、見えてるんじゃないかと思います。はい、私の動画ではいつもこの、プデュー関係のこととか、稀に K-POP のことを扱ってます。もしよかったらいいねチャンネル登録よろしくお願いしますと、ツイッターもしてますので、またぜひ、登録してフォローしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。